呼吸、脈拍、足の音。管理者様の周りの方々は、とてもいろんな音で脅かしてきますね。一部の方を除けば、意味のない騒音に過ぎないでしょうに。マエストロネキティア、ご挨拶申し上げます。魂さえも揺さぶる旋律のために。悲鳴と慟哭で呼応してください。私に演奏される準備はできましたか？新しい音色が必要だわ。片付けてから行った方が良さそうね。もっとむせび泣いてください。深淵と触れ合った音色を生け餌せよ。さあ、夢から覚めるお時間です。華麗に飾りつけて差し上げましょう。しばらく下がりましょうか。目が見えない私にとって、世の中の万物は各々の違う音を鳴らす楽器でした。彼らを扱うのはとても楽しく、たやすいことでした。